マンフレット公共曲、正式には、バイロンの劇詩による四つの音画の公共曲、マンフレット・ロッタン調作品58は、ビオトル・チャイコフスキーが1885年5月から9月にかけて書き上げた、還元楽曲。バイロン教が1817年に書いた劇詩マンフレットに基づくチャイコフスキー唯一の表題公共曲であり、チャイコフスキーが番号付けを行わなかった。 唯一の公共曲である。ミリー・バラキレフに検定され、1886年3月11日にマックス・エルトマンス・デルファーの式により、モスクワで上演された。全曲を通した演奏は約55分である。作曲者によって1885年にヨンテピアノ版も作成されている。バイロンのマンフレットによる、表題公共曲という企画はバラキレフによるものだった。 しかし、なぜか、バラキレフ自身は作曲しようとはせず、エクトル・ベルリオーズに作曲を打診するが、ベルリオーズは、高齢と病気のため断っている。次に、バラキレフが、白羽の矢を建てたのがチャイコフスキーだったのである。バラキレフは1882年10月9日の、チャイコフスキー宛ての書簡で、自分が手をつけようとはしない理由を次のように、釈明している。 チャイコフスキーは1885年までの数年間、この題材を忘れていたが、その年バイロンのマンフレットに手に入れ、表題公共曲の作曲に着手したのである。バラキレフはあらかじめ、どのような表題を用いるべきか衝述し、どの調整を用いるべきかや、転調の仕方まで指図してきたが、チャイコフスキーは自分自身の判断を貫いた。完成した際には、 チャイコフスキーのいつもの癖で本作を自分の最上の作品の一つとみなしていたが時間が経つにつれて自信を失い第一楽章を除いて破棄しなければと考えるようになった。フルート3、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、バスクラリネット、バスウーン3、ホルン四、コルネット2、トランペット2、テノールトロンボーン2、バストロンボーン一、チューバ一、ティンパ2、バスドラム、 シンバル、タムタム、鐘、トライアングル、タンバリン、ハープに、弦楽五部、オルガン。以下の四つの楽章からなる。構造としては、壮大な助奏とその他形式でいう提示部、およびコーダからなる。曲はアンダンテルグルブレ、四四拍子で悲しげに開始される。マンフレット主題がバスクラリネットとファゴットで異端調で提示され、これが曲全体を支配する。 助走後半に入ると、ピューモッソ、ロ単調となり、クライマックスに達する。第111小説のモデラートコンモートからは、定時部の第1主題に相当するが、冒頭の主題で、すでに暗示されていたものである。第2主題は、アンダンテ、3、4拍子となり、ロ単調で、第1句が、第2句が A 単調で提示されると、第2主題の2つの要素により展開的な学奏の、 部分に入る第289小説からコーダに入り、冒頭の主題が悲しみをもって回帰し強烈なクライマックスを作って締めくくる。ロタン調に4拍子3部形式。トリオの後とコーダではマンフレッドの主題が現れている。都長長6、8拍子自由なロンド形式。 全体の構造としては、ABCADEB1 回、マンフレット主題 CA 回 CDA となる。冒頭の応えによる、伸びやかな主要主題が中心となり、様々な形で扱われる。アレグロコンフオーコを主部とする三部形式の部分の、後に第一楽章の再現、及び長大なコーダで構成されている。曲は、アレグロコンフオーコ、ロタンチョ4、4拍子で開始され、 劇場的な起伏を持って進む。中間部は、レントとなり穏やかになるが、第一楽章の助走の副次戦率が、トゥッティで出現してから、再現部へ入る。暗ンンテで、異端長に転じて、マンフレット主題が現れる。アダージョさん、四拍子で、アスタルテの主題も再現され、速度を速めて、クライマックスを形成していく。最後はラルゴでひそやかに曲を閉じる。 原点版と改訂版の二つの版が存在する。原点版では、修学賞のコーダにおいて、開始学賞のコーダが改装されるが、改訂版ではその後に、救いのハーモニウムのコラールがついているという違いがある。エフゲニース・ベトラーノフは、クリンのチャイコフスキー博物館所像の自筆走行を用いた録音を歌っているが、その詳細については、現在のところ不明な点が多い。 原点版の演奏時間は約50分でドミトリー・キタエンコやマリス・ヤンソンスらがこの版を使っている。一般的には本作を偉大な作品と見る向きは多くない。例えば音楽評論家デイビッド・ハーウィッツによるとレナード・バーンスタインは本作をクズ呼ばわりして決して録音しようとしなかった。しかしアルテューロ・トスカニーニのように本作を チャイコフスキーの最も華麗で霊感あふれる作品に数える向きもある。近年は主要なオーケストラや指揮者によって録音に取り上げられることが増えている。例えば、イーゴリ・マルケビチや友人ン・オーマンディ、ムスティスラフ・ロストロポービチ、ロリン・マゼール、クルト・マズワ、アンドレ・プレビン、エフゲニース・ベトラーノフ、ベロニカ・ドゥダロワ、ミハイル・プレトニョフ、ウラジミール・フェドセエフ、ユーリテ・ミルカーノフ、 リッカルド、ムーティ、リッカルド・シャイ、アンドルー・リトン、ユーリ・アーロ・ノビチ、小林健一郎、ウラディミル・アシュケナージ、リコ・サッカーにユーリ・シモノフ、モーリス・アブラバネル、バシリー・ペトレンコ、アンドリス・ネルソンスらの録音がある。特にスベトラーノフはこの曲を出来合いしており、原点版と改訂版の両方を録音した上、生涯一度だけ指揮した、ベルリンフィルハモニー管弦楽団との演奏会でも、 この曲をメインに選んだ。このように録音数は決して少なくはないが、公共曲全集に収録されないこともあり、番号付きの6曲に比べて扱いは不遇である。主な表題公共曲、ありがとうございます。